このメニュー。スタジオディーン版のフェイトステイナイトの監督を務めた山口雄二監督が急性なされたということを聞きました。この場を借りてご冥福をお祈り申し上げます。やはり山口監督の代表作と言い切っていいディーン版フェイトステイナイトについて言及しておかなければならない。結論から言うとフェイトルートの方のディーン版はあれはあれで決して悪くない、良作アニメだと思っています。まず時代的に全てのルートのアニメ化ということを想定できる前だった。フェイトは出た当初から月姫のタイプムーンの新作としては大勢を集めてはいたけれども、ここまで長く続く IP になるとは誰も思ってなかった。その前提で見るとディーン版はエミヤ・シロウとセイバー・アルトリアの恋愛ドラマとしても原作通りやり通しているし、一つの結末としてやり通しているものね。原作ではフェイトルートでは描写がなかったアーチャー対バーサーカーも描写されてたり、声優さんの多くもフェイトとの長い付き合いになる初めての仕事だった。当時はまだシロウの描写周りでいろいろあったけど、フェイトルートのシロウはちょっと止まるんじゃねえぞモードだから、シロウとセイバーが再会できる見込みなんてない。それでもそれぞれの答えを得てまっすぐに走るフェイトルートもまた一つの答えだよ。ディーン版は BGM も独特でかっこいいわよね。いい意味で0年代初期の電気っぽいミステリアスな雰囲気、 UFO テーブル版と比べてどっちが優れてるとかそういう話ではないのだ。フォー君もそう思っている。どっちも違ってどっちも良い。ディーン版も正直スロースターターなところもあるけど、2クール目からの盛り上がりは原作据え置き、アニメでフェイトを抑えるなら、やはりディーン版矢印 UFO テーブル版のアンリミテッドブレードワークス矢印ヘブンズフィール劇場版という流れを進めたい。ディーン版のアンリミテッドブレードワークス。シロウ対ギルのテンションでゴリ押しする感はディーン版アンリミテッドブレードワークス特有だ。桜ボンテージ。小次郎リストラされてマシュだか女体かギャラハットだか押し込まれてケツ見せなくてよかった。実際のところ、ディーン版がメディア展開でハブられやすいのは、権利上の問題もありそう。ぶっちゃけアニプレックスがディーン版と無関係だってのもあるしね。制作委員会制度で作られてるゆえに、どうしたって裁ききれないことも多々あるわけで。ただ、ディーン版は、ゲオやツタヤでもよく見かけるし、決してなかったことにはされていない。FGO で魔術王と魔人中、ティアマトといった一部の人類悪ボスを変えた山中虎徹氏も、ディーン版のツテだからね。ディーン版アンリミテッドブレードワークスはせめて前後編にしてあげてほしかったけど。そしてホームズも山中氏。なんでだろうな。まあ権利的にはごたついてそうなディーン版だけど、アニメ作品の一つとしてポテンシャルを秘めた良作だと思ってます。山中監督にこの場を借りてお礼申し上げたいと思います。